僕あのライブ中に目隠し編成たるをやってみたんですよ。そしたらまさかの一発で勝てました。例えばこういうショット、薄い角度ですね、はい、本来だったら絶対止まるんですけどめっちゃ動くんで、はい、こんな感じでやばいと。開幕ですよ、めっちゃ硬かったよ。ボスが左下にいるから削りにくかったんですけど、はい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 、はい、まだ暴れます、やばいっすこれはい、こんにちは、ケイドラです。今回は水戸光圀近畿深淵で使っていきます。もうすでにライブで結構使ってみたんですけども、こいつマジでやばいっす。あれだけ難しかった刹那戦ぶっ壊しましたね。1体だけでも十分強かったんですけども、2体編成、3体編成、4体編成試してみたところ、まあ、個人的にはダッキー1体入れた3体編成が一番いいんじゃないかなって現状は思っています。まあ、ライブでもね結構コメント来まして、なんかノラマルチに参入して光圀1体ダッキー3編成で全くクエストの仕様わからず、なんかわからんけど勝てましたっていうのがね結構来たんですよ。だから本当に1体だけでも十分このキャラ壊してるんですよね。とりあえずやっていきましょう。で、周回するんであれば即殺はあった方がいいですね。はい、殴り火力がめちゃめちゃ高い。即殺あると、まあ、3手目から SS 打てるんですけども、それによってあのクリア手数が早まります。で、ダッキーがね正直いらないんじゃないかなっていうコメント結構最初あったんですけど、実際やってみるとダッキーめっちゃ相性いいっす。っていうのも僕あのライブ中に目隠し編成たるをやってみたんですよ。そしたらまさかの一発で勝てましたやばくないですか。さあ SS 速攻出ます。はい、これがずるいんすよね。はい、パーフィ展開するんですけども、1段階だったら3ターン継続します。で、次のステージ行ってもこれ継続するんで、今回だったら 1P が動き終わるまでこれ継続するんですよね。で、2段階だったら7ターンも継続するんで、いやこれようこれ8ターンでこんな強い SS もらいましたよね。マジで強いっすね、SS。で、これダッキーもね、本当に強くて、毒キラー M 超バラ効果を本領発揮できるんですよ、やっと。それで今回失敗しました、ちょっと。なんですけど、まあ、こういった失敗ショットをした後でも、このキャラは、例えば、フレ数増やしていきますね。減速率緩和がすごいので、例えばこういうショット、薄い角度ですね。はい、本来だったら絶対止まるんですけど、めっちゃ動くんで、はい、こんな感じで、やばいと。クリティカルもね、貫通タイプ、パワー型が出やすいのか。で、公式が昔々に公言しているんで、まあ、クリティカルも出ると、まあ、ワンチャンゲージ飛ばしとかもボス戦でできましたね。はい。で、このパワフィ展開が本当に偉いんだ。もう本当にね、もうこんな感じで適当に打っても、結構雑魚処理できたり、はい。こんな感じですね。ダッキーも本当に強い。やっとダッキーが本領発揮したかなって感じ。今までね、どうしてもこのクエストの仕様が難しくて、ダッキー強いんだけど、ちょっとなんか、壊しはしてないよねって感じだったんですけど、加速できる毒キラー M の超バラのキャラは強いわ。なんで、光圀も目立ってますけど、ダッキーもこれね、改めて使うとやばいなって感じますよ。毒キラー乗せたいな。ダッキーの火力も鬼かかってます。はい、こんな感じですね。で、適当に暴れてるだけでもやっぱ加速するんで、雑魚もだいたい削らせますし、目隠しでやった時はもうほとんど30度に弾いてました。で、勝てちゃうんすよ、このキャラ強すぎて。倒せるか、ちょっと惜しかったか。ただ OK。次 3P 開幕で SS 打ちましょう。できたら開幕合わせたいんですよね。で、蘇生入りました。
いや、ほんとこれ、ダッキーも株上げましたよ。で、誘発できるんですよ。この反射ランページ、反射ボールボムで、誘発できるんで、特に雑に打ちたい方は、ダッキーさん、三つ国、すいません、三つ国さん、ダッキー1が一番良いと思う。誘発めっちゃできるんで。さあ、SS 打ちましょう。マジでやばいんで、これ、SS。開幕ですよ。めっちゃ硬かったよ。ボスが左下にいるから、気づきにくかったんですけど、はい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 、はい、まだ暴れます。やばいっすこれやばいよね。それは目隠しで勝てるよね。だって何もしないですもん。超適当っす。角度合わせてパーフィ展開しただけで、これですからね。マジでやばい。ここもワンチャン大ダメージ。ぐるっと回る方がいいか。すかしたらごめんなさい。ちょうど弱点消えてたまあまあまあいいでしょう。これもう毒メテオのなんか順番的にたまにこれが起きるんですけど、全然 OK です。さあ、本当にこれ減速率感は素晴らしいので、多分これぐらい薄い角度でいってもボスの弱点結構殴れますよ。はい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 、やばすぎ、強すぎる。でこれが1段階だったら3段継続しているので、次 3P が動き終わるまでパーフィは、左側のパーフィはあります。いや本当に強いな。さあラスゲーでもうパック打つんですけど、守護獣は正直なんかね、なんかウィロービスプとかいいんじゃないかなってコメントあったんですけど、なんかパワー型の火力が上がるやつかなとか、まあボンドとかも、その、数が多ければいいかなと思いました。やべ、すげえ適当すぎた。SS 打てないから、まあでもなんとかなるっしょ。殴りが強すぎるいやこれ加速もするしな、後から加速も強いしな。ダッキーとの相互相性が良すぎて完全に壊しましたね。だから多分三つ国4よりかは3、いやあのダッキー入れた方がなんか壊れさを感じると思う、このクエストの。ボス弱点ターンだった。まあいいでしょう。まあ大体18手で終わることが多いんで、ただこれ弱点が今回逆か、逆なので18手はきつそうやな。まあ19手かな。蘇生入りましたが、じゃあ蘇生入ったんだったら下狙おうか。足足りるかな。ダッキーもね相当強いんで、薄すぎ。はい、まあいいでしょう。さあ SS 打ちまーす。ちなみにクッソ適当で OK です。こんなんでも OK。 パーフィをボスの近くに置いておいて、まあ、あと適当成敗。成敗。クリティカル。113億。こんな感じなんで、マジで1体だけでもぶっ壊しましたね。いや、これはね、数やればやるほど面白いなっていうクエストの、あの、キャラなんですけど、マジで、現代版、闇属性バージョンの鬼丸っていう感覚ですね。個人的に使ってみると。もう本当にこれ8ターンで打てていい SS じゃないと思う。まあ、今後、多分なんか、このキャラ一発目だから許されてますけども、まあ、今後なんかターン数増えそう。マジでこの SS 強すぎますわ。8ターンで打てて、パワーフィー3ターン継続できて、次のステージまで継続できて、なんで、しかも減速率緩和も入ってますからね。相当やってるんですよ。すいません、ちょっと周回していましたが、いいところなかったんで撮り直してます。
さっきと違うところ見せたいですよね。はい、1手目は舌打ちパターンもありますけども、大体まあこんな感じで、なんか右上の角から帰ってきて、上のあの左下の方かな、もう切ってあげれば倒せますね、ほとんど。2手目はね、もう正直ね、結構適当でいいんですけど、なんかこんなんでもいいかな、ですね。残ってても問題ないんですよ。だって次やれちゃうんで。この感じでも SS 打てばやれちゃうんで。やっぱこれ3ターンで打てるのやばいっすね。マジで。それで3ターンじゃなくて、即殺 EL があれば3手目から打てるのがやばいっすね。しかも、パーフィ展開が3ターン継続と。かなりやってます。このキャラの唯一の欠点を挙げると、闇属性なんですよね。なので、不可思議周回する上で、モンタナと、紋章の喧嘩をしちゃいます。そこかな。まあ人によっては結構深刻な問題なんですけど。まあサブ機持ってる方からすると、一応解決はできるんですよ。まあサブ機にしっかりキャラがいて、付け替えができるんであればいいんですけど、多分ほとんどの方はそれができないので、まあ、どうしてもこのキャラに根拠をつけないってなるか、毎回毎回根拠を付け替える、紋章を付け替えるっていうことは生じてしまいますね。なんでそこぐらいかな、欠点っていうと。まあ、これが欠点って捉えるかどうかわかんないですけど。そう、悪いところがそれぐらいしかなくて、強すぎて。まあ、本当に強いんで。めっちゃ強いんで。パーフィ展開も相当やってるよね。多分今後、本当に、12ターンとか16ターンに変わってきそう。めっちゃ強いもん、この SS。まあ、工場キャラにつくなら多分ターン数伸びますね。限定キャラに許される感じか、これは。さすがに工場でこれやったらやばいもん。強いね。雑魚もだいたいこの斜め30度とか20度ぐらいで打ってると蹴散らせるんで、はい、まあこんな感じっすね。で開幕 SS 合わせたいんですけど、まあここでも打っちゃってもまあ別にいいかな。ワンチャン倒せる。いや、強っ。クリティカルがやばいっすね。で、次は？あ、こういった時は、できたら、反撃起動しない方がいいかも。か、2回だけ起動する。なので、縦勘でいいかな。っていうのも次、三つ国の SS 撃った時に、ボスの弱点出してあげたいんですよね。なので、ここは調整しました。で、縦軸もこれ強いんで結構。例えばこんな感じ。結構雑ですけど。こんなんでも強いです。まあ、下振り上振りありますけども、はい。もう一回弱点。惜しい。まあこれ下振れの方かな、まだ。逆にいいところ見せれたんじゃないかな。さっきはなかったですからね。けど、ダッキもしっかり強いと。いやー、こいつやべえなマジで。あれだけめんどくさかったこのクエストを楽しませてくれてますからね。はい。まあ、ボス位置がやっぱりどうしてもね、左下にボスがいて、下弱だから、削りがむずいんですけど、一手抜けできればラッキーっていう感じですね。ラッキーというか、まあ、結構できるんですけど。だから横軸で打つ方が、なんか、一手抜けしやすいイメージでした。横でこう、ジグザグこう、行く方が、弱点殴れる回数多かったんで。
まあこれだけ仮にグダったとしても、あの負けないっていうところを見せましょうか。マジで負けないです。 HP 見てください、常にこれぐらいマジで全然減らないっていう。で毒巻きながら、毒巻く瞬間によっては弱点出ないからな、出てなかったかな。まあこれはしょうがないけど、グダったとしても逆に SS の保険が効いてるんで、またやりますか。うすうすちょっとこんなんでいいんですよ。はい、強すぎる。クリティカル出れば多分もう見残しぐらいかワンパンしてるかぐらいですかね。で、まあ、グダったとしてももうダッキの SS の保険も効いてるんで19手で収まるんじゃないかな。パック打ってもいいけど、これもう倒せそうやもんね。全然ダッキも強えよ、ほんと。毒キラーぶん回せるダッキはもう、今までのダッキと違います。マジで違う。別キャラです。これはボスの弱点消えるから、右下です。はい。ただ、パワーフィー届かないけど、クリティカルのいいところ見せてくれ。一回ぐらい。なんかクリティカル全然出ないな今日。運気取ってきたんですけどね。はいはいはい、まあ20手で終わるかな。いやこれぐらい適当でも全然楽に周回できるんで、はい、強いっすマジで強いっす1体だけでもやっちゃってるんで、まあワンチャンフレンド枠か一体持ちの方だったら、あらまら今月はこっちにしてもいいかなっていうところですけど、まあいかんせんね、ナユタも火のクエスト無料対数も時間かかるんですよね結構。ただこっちだったら7分周回8分周回、上振れたら6分台周回できるんで早いし、あと負けない、これが大事ですね。マジで負けない、回も負けないです、このパーティー。まあ、3体編成も負けないし、4体編成も負けないんですけど、22編成でも全然負けないんで、多分1体でも慣れたら全然負けないんじゃないかなと思います。2週に1回、やっぱりこの SS 打てんのが、やってますね。怪物です。はい。以上、そんな感じで、水戸光圀が、近畿深淵ぶっ壊した回でございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いします。それでは、バイバイ。